は東京の道の道夫です。本日は神楽坂から丸の内まで行きたいと思います。よろしくお願いいたします。この神楽坂は全国でも珍しい逆転式一方通行になっています。午前0時からお昼の12時までは今走っている方向に一方通行で、昼12時を境に逆の方向の一方通行になります。渋滞緩和や事故による理由でそうなっているそうですが、実は時の権力者田中角栄元総理が自宅である目白邸から国会のある永田町に通勤するのに誰かが便宜を図ってそうなったのではないかという都市伝説があります。芸者さんが偶然通りかかりました。今も芸者さんがいるのですね。昔は芸者遊びができたと聞いたことがありますが、あと神楽坂は近くにフランス人学校があり、フランス人が多く集まるそうで、プチフランスとも言われています。橋の駅前です。逆転式一方通行はここから1キロぐらい靖国通りまで続きます。逆転式一方通行はここまでです。武道館の横の九段坂に出てきました。前方左の木が生い茂っているところがイギリス大使館です。ロッキード事件当時ここでロッキード側から田中角栄側に5億円4回に分けて支払われたそうです。そのうち1億円がここイギリス大使館裏で受け渡しされたそうです。の裏に来ました。首相官邸の前を通り、外堀通りから日比谷通りに行きたいと思います。やってきました。
こちらは第一生命ビルです。このビルは終戦当時 GHQ に接収され昭和27年に返還されたそうです。マッカーサーの執務室がまだそのまま残っているそうです。ここから霞ヶ関や皇居に行っていたのでしょうね。第一生命のウェブサイトでバーチャルで見れます。リンクを説明欄に貼っておきます。本日もご視聴ありがとうございました。